バカは常に自分の能力を過大評価する。自分がバカということをよく理解できていない。なぜかというと、それを理解する能力がないからだと。ツイッターでもですね、断言している人はですね、だいたいちょっと頭悪そうな人なので,で、ね、正しい答えを知っている賢い人が自信過剰のバカに引きずられてしまいます <laughs>。これまあ紹介するのに一番いいのが週刊プレイボーイのですね、10月24日発売号に出た。 ご自分でですねあの、えー、イラストえエッセイ書いてるんですよバカと立候が議論するとどうなるのかというすごいタイトルでエッセイ書いてるのでこれ読めばですね紹介になってますデモクラシー民主制はデモス民衆が主権者として社会を支配する仕組みですこれでまずデモス民衆という言葉でですねデモクラシーを説明する知性が漂っているいうわけですね何が正しくて何が間違っているかは市民の議論で決めることになっています。 この時、参加者の認知的な条件が一定の範囲に収まっていることが、暗黙の了解事項になっていますが、この前提は常に成立するのでしょうかと、難しい言い方ですね。参加者の認知的な条件が一定の範囲に収まっているっていうのは、どういう意味かというと、「参加者の知的レベルが割と高い水準ですよね。もしくは、一般的にもう議論ができるぐらいの水準ですよね。」という意味です、えー。まあ、みなりすごいこと言い出しました。 チマンさんの話続きます、えー。誰もが学生時代に嫌というほど見せられた偏差値この偏差値では学力は正規分布しそれを図にするとベルの形になります。 このベルカーブでは、平均偏差値50%付近が最も多く、偏差値40%から60%の間には全体の7割68、68%が収まります。偏差値60%から70%ぐらいは13.59%、70%から80%は2.14%で、偏差値80%以上は0.15%しかいません。ここまで OK ですね。何が OK なのかって偏差値の高い方の話をしてるから、安全なんですよ。 ここまでは時々話題になりますがほとんど触れられないのは偏差値40以下30以下20以下も同じ割合だけいるということです少年院に収容されている若者の多くがケーキを3等分にできないという本がベストセラーになりましたそれは予想外の事実に驚いたというよりも誰もがなんとなく思っていたことを見える化したからですというふうに書いてるんですね。 えー、橘武士がししました。いよいよ始まる橘武士ですね。<laughs> 人々の認知能力にかなりのばらつきがあるとするならば民主性が成り立つかどうかはそうした人たちが集まって議論した時にどうなるかを調べてみなければわかりません。とはいええー、被験者に知能指数を聞くわけにもいかず研究者は人為的に「バカ」を作り出すことでこの謎を解こうとしてきました。 えー、この結果はというとディスプレイの画像をぼやけてよく見えなくするなどで認知能力にハンディを負わせるハンディを負わされた被験者は常に自分の能力を大幅に高く評価しましたまあまあ立花さんの言葉によると「バカは常に自分の能力を過大評価する」という実験結果が出ているとより困惑するのは認知能力の高いハンデのない被験者がこういった「バカ」と議論すると 正当率がが大きく下がって、てコイン投げす。これどういうことかというとつまりあの認知能力の低い、まあ、この本の中で表現する「バカ」というのはですね自分がバカということをよく理解できていないなぜかというとそれを理解する能力がないからだとなのに自信だけは満々で自分のことをまともぐらいだと思っているとでそういう人とですね認知能力が人並み以上に高い ですね。つまり賢い人たちが普通に議論してお互いをですね尊重しあって議論すると二、えー、人の合意というのはあのなんだろうな大きく下がるとレベルが大きく下がるとなのでそんなもん相談して決めるんじゃなくてコイン投げで決めた方がマシなんじゃないかっていう話なんですね。えー、これは後で説明しましたのでこの本文の方でですね。えー、さっきのですねなんでじゃ 認知能力の低い人たちが、自分の能力を過大評価するのか、というのを説明しています。この奇妙な現象は、私たちの祖先がずっと150人程度の共同体の中で、地位、ステータスをめぐって争ってきたことから説明できそうです。ライバルがたくさんいるときに、自分の能力が劣っていることを正直に認めるのは、最悪の戦略です。たとえ嘘でも、高い能力を持っていると、偽装した方がまだ勝てる可能性があります。 そそろそろちょっと身に覚えになる話になってきましたねこうして脳は自らの能力を過大評価するように進化してきましたバカの特徴は自分がバカであると気づかないことなんですっていうふうにですねここまではですねなんとなく経験を照らし合わせても納得できますしあとツイッターでもですね断言している人はですねだいたいちょっと頭悪そうな人なのでですねなんかこう納得できる感じです。で ええ、立花さん、話まだ通じてです、ね、その一方で、ね、認知能力がたた高くても、それを露骨に見せびらかすことが常に有利になるとは限りません。認知能力が低いことを認めるのは戦略上不利、生存戦略上不利なんだけれども、高くてもそれを見せびらかすことは有利になるとは限らない。なんでかというと、ライバルたちは皆、足を引っ張ろうと虎視眈々と隙を伺っているのです。認知能力が高いことをですね、その。 集団全体がピンチの時に見せるとです、ね、あ、みんなあいつは頼りになると言って頼りにしてくれるんですけども集団全体がピンチでないもしくは獲物を飼っていないとかです、ね、食料を取りに行っていない時にわざわざ見せびらかすとです、ねえー、足を引っ張られてしまうということなんですね。このような場合自信満々にマウンティングするのではなく相手も高い能力があると仮定し慎重に振る舞うことが最適戦略になるようでしょう。 賢い人は自分を過小評価し、最初のうちは誰もが同じように賢いと考えるんです。まあ、つまり、これはあのできる人は頭が低いとかですね。あの、本当に自信がある人、能力がある人は誰に対しても謙虚であるというですね。よく。 なんだろう。道徳とかですね。倫理の問題で話されるようなことが、生存戦略として経済的に正しいって言うです。こういうふうにですね。あの、説明されてるわけですね。俺も sns でよく見かける風景ですよ。レベルの高い書き込みする人はですね。発言が慎重なんですよ。断言しないしです、ね、もう僕みたいにですね。まあ、多分こうなんですよとか言ったりしないんですね。なので、面白みが少ないんですよ。だから、その。 頭のいい人をですねレベルの高い発言って案外ねリツイートされないんですよね。で結果的にですねツイッターではですねバカの暴言とか断言の方が色々な意味で面白いので,ですねリツイートされやすくてですねあのー、そのリツイートの分ですねバカの発言で溢れることになるということになります。立川さんの話を続けて聞きましょう。えー、じゃあ、この認知能力の高い人と低い人この2人が対等の立場で議論すると正しい答えを知っている賢い人が 自信過剰の馬鹿に引きずられてしまいます。こうして民主的な議論の結果は破滅的なもの、破壊的なものになってしまうというのです。<laughs> 書いてまして、えー、新刊の馬鹿と無知、人間その不都合な生き物、新潮新書では人間の厄介な本性をめぐる様々な研究を紹介しています。そんな馬鹿なと思う人はぜひ自分ので読んで確かめてくださいというふうに書いてますね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしく。